私から2件ございます。まず南越線向け高輝度サンジェブ級放射光源、いわゆる次世代放射光施設に関しまして、施設の整備運用に積極的に関わる地域および産業界のパートナーの募集を行いましたところ、提案のあった1件について、これまで有識者会議において選定審査のための調査検討を行ってまいりました。6月28日に開催されました有識者会議において、当該提案について文部科学省が募集要領で示した要件を満たしており、全体としてパートナーとして選定するのにふさわしい提案がなされている旨の報告が取りまとめられたところでございます。これを踏まえまして、省内で検討した結果、文部科学省として官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進に関し、一般財団法人光科学イノベーションセンターを代表機関とする提案者をパートナーとして選定すること、国の主体である量子科学技術研究開発機構とパートナーとの間で同施設の整備運用に関する詳細を具体化するための検討調整を開始すること、その検討調整結果を踏まえ、文部科学省は次世代放射光施設の整備にかかる概算要求に向けた検討を進めること、これを本日決定をいたしました。パートナーにおかれましては、次世代放射光施設を中核としたリサーチコンプレックス形成加速に向けた計画の具体化、官民地域の役割分担に沿った民間企業等からの資金拠出の表明など、有識者会議の報告に示された留意事項等について、今後対応いただきたいと思います。文部科学省としては、我が国の科学技術の進展と国際競争力強化に貢献する次世代放射光施設の具体化について、引き続き取り組みを進めてまいります。それから2件目でございますが、6月30日にバーレーンで開催をされております第42回世界遺産委員会において、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界文化遺産への登録が決定をされました。本資産は江戸幕府によるキリスト教禁教政策の中で、潜伏キリシタンが密かに信仰を続けるために、独自の伝統を育んだことを物語る貴重な証拠であります。本資産を大切に守り続けてこられた、地元の皆様に敬意を表するとともに、類いまれな価値を持つこの資産が、世界の人々に祝福されつつ世界遺産となったことを心から嬉しく思っております。文部科学省としては、この度新たに誕生した我が国22番目の世界遺産を、地元の皆様とともに確実に後世引き継ぎ、その価値を積極的に国内外へ発信してまいります。私からは以上です。ありがとうございます。幹事社の日清さんと申します。1点お伺いします。昨年度の学力テストの分析結果が、先日公表されましたが、前回調査に引き続き、学歴とか収入と学力との関係があるということが分かりました。学校や保護者が、格差是正に向けてできることについての示唆がありましたが、文科省として結果をどう受け止めて、今後の施策にどう生かされていくか、考えをお聞かせください。はい。調査結果によりますと、平成25年度調査と同様に、家庭の社会経済的背景、保護者の収入ですとか学歴ということですが、これが高い、児童生徒の方が、教科の平均正答率が高い傾向が見られた一方で、学校や保護者の取り組み等によって、不利な環境を克服して、成果を上げている例があるということが分かりました。例えば、不利な環境を克服し学力が高い児童生徒の保護者には、子どもの基本的な生活習慣を整える、子どもに文字に親しむよう促す、子どもの知的好奇心を高めるような働きかけを行う、こういった特徴が見られたところでございます。文部科学省としては、家庭の経済状況に関わらず学ぶ意欲と能力のあるすべての子どもが質の高い教育を受けられますように、家庭の教育費の負担の軽減、それから学校プラットフォームとした子どもの貧困対策、学力向上に効果的な取り組みの教育委員会や学校への普及、
それから学校、家庭、地域の連携協働の推進、まあ、こういったことにですね、引き続き全力で取り組んでまいりたいと思っております。ありがとうございます。各社さんどうぞ。福祉振興社の片山と申します。放射光施設についてお伺いします。今回、パートナーにふさわしいと今回提案を特に評価された点についてお伺いしたいのと、あと地元の方では、今回こちらが決定したことで、震災後の復興の加速にもつながるという期待がありますが、施設への期待についてお伺いします。はい。今回、先ほど申し上げましたように、この募集要項で、示されたですね、要件を満たしているということで、この光科学イノベーションセンター、が代表機関で、宮城県仙台市、まあ、東北大学、それから一般社団東北経済連合会、連名での提案でございましたが、科学技術学術振興会の量子ビーム利用推進小委員会においてですね、まあ、しっかりと、調査検討を行っていただいたところでございまして、専門的な見地からですね、この要件に該当しているということで、まあ、選定に至ったとこういうことで、ございます。で、2つ目は何でした。被災地、震災の被災地でもある場所で、はい、放射光施設ができるということで、施設への期待について。あ、そうですね、はい、今から、これは科学技術の進展とそれから国際競争力に貢献するこの次世代放射光施設ということですから、この単に施設ができるということにとどまらずにですね、この研究者がそこを利用すると、いろんな方がそこを訪れられると、まあ、こういうことで一つの、まあ、地の拠点ということになっていくんだろうと、まあ、こういうふうに、期待をしているところでございますので、そういうことに対する、まあ、期待がまずあって、そして実際にそれができていくとそういうことが起こっていくということがですね、復興に、少しでもお役に、立つといいなというふうに期待をしております。はい、共同通信の小田と申します。お茶の水女子大学が、2020年度からトランスジェンダーの学生の受け入れを始めるという方針を発表しました。詳細は記者会見を後日するということなんですけれども、現時点では大臣の受け止めと文科省として関連して取り組む日本を検討されているような施策等あればですね、お聞かせください。はい、トランスジェンダーなどの性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進めるということが重要であると思っております。で、現在お茶の水女子大学が、まあ、トランスジェンダーの学生の受け入れを検討中であるというふうに聞いておりまして、大学においてですね、よく議論の上で、まあ、適切に判断をされるものと、こういうふうに考えております。この先ほど申し上げましたように、こういった性的少数者への理解が進むということや配慮を要する学生へのですね、まあ、支援が進むということは望ましいことだと考えております。学生の受け入れについては、まあ、各大学との判断ということになりますが、適切な議論や検討が、まあ、進むことをですね、期待をしております。はい、すみません、TBS の井上と申します。昨日ワールドカップのサッカーで、昨日というか今日の朝なんですけれども、実際に3時から試合をご覧になられたかということと、まあ、結果について受け止めをお願いします。はい、目覚ましをかけたんですが、不覚にもですね、起きられなくて、大変残念でございましたが、朝起きてすぐニュースを確認をいたしまして、大変、まあ、検討したけれどもですね、とても、まあ、結果としては残念な結果になったということでございますが、まあ、優勝候補とも言われていたですね、ベルギーを相手に、選手たちが全力で戦ってくれたと、こういうふうに思っております。で、まあ、よく堅守速攻とこういうふうに言われてますが、日本のスタイルをですね、貫いて前線をした、まあ、こういった試合ではなかったかというふうに思っております。今回ですね、
まあ、前評判があまり、いいものではなかったということだろうと思いますが、それをいい意味で裏切るですね、サッカーの日本代表の活躍、大変、人々に勇気と感動を与えてくれたと、こういうふうに思っておりまして、この日本代表チームにはですね、今回のワールドカップでの経験を生かして、まあ、さらなる活躍を、ご期待申し上げたいと思っております。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。